皆さんこんにちは。今回取り上げるのは2022年に最後の紅白出演となった、舞台でも堂々としたパフォーマンスで話題となったキング&プリンス。2018年にジャニーズ事務所からデビューしたキンプリは2023年に脱退するメンバーもいることが分かっており、重要になりそうですよね。特に注目が集まっているのが永瀬廉さんです。実は永瀬廉さんがハーフ説が噂されています。そこで永瀬廉さんのハーフ説、歴代彼女合コン疑惑写真流出の真実に至るまで調査していきたいと思います。永瀬廉さんの簡単なプロフィールは以下の通りです。生年月日1999年1月23日出身地東京都、身長175センチメートル。まずハーフ説についてですが、永瀬廉さんの家族構成は両親と弟の4人家族のようです。永瀬廉さんがジャニーズに入ったきっかけは、母親が履歴書をジャニーズ事務所に送ったことがきっかけのようです。そんな母親はジャニーズグループ嵐の松本潤さんの大ファンのようで、その影響で永瀬廉さんも嵐の曲を聴いていたようです。永瀬廉さんの父親はパイロットのようです。永瀬廉さんが幼い頃は父親の配属替えの影響で引っ越しが多かったそうです。またテレビ関係者で永瀬廉さんの父親を見たことある人からは、背が高くてイケメンという情報も出ています。弟さんは残念ながら情報が少ないですが、どうやら父親にで永瀬廉さんとは呼び捨て合うほど仲がいいそうです。詳しく調べてみた結果、実際には永瀬廉さんはハーフではないそうです。父親は新潟県出身で、母親は大分県出身のようです。一見ハーフ顔ですが、純日本人ということで意外に思う人も多いかもですね。永瀬廉さんは家族と仲良しのようで、エピソードがいくつかあります。舞台中に来た弟に服と靴をあげたり、時にはお母さんのお手伝いをサボって怒られていたそうです。お父さんからはテストの点数を落としたらジャニーズ辞めさせるなど厳しい一面もあったようですが、これをきっかけに勉強を頑張ったようです。続いて永瀬廉さんの噂になっていた歴代彼女についてご紹介します。歴代彼女1、大和田奈々さん。大和田奈々さんは元 AKB48 メンバーで、現在はグラビアアイドルや女優として活動されています。永瀬廉さんとは2016年に大和田奈々さんの SNS の匂わせが交際の噂となっていました。インスタ裏垢のつながり、お揃いのアクセサリー、ネイルの親指に R の印字。実際にどんな匂わせだったかを見ていきましょう。大和田奈々の匂わせ1、インスタリアカウントのつながり。大和田奈々さんと永瀬廉さんは2016年7月頃に SNS の裏アカウントでのつながりが匂わせとなり、交際の噂が流れました。ジャニーズ事務所では本来ファンクラブサイトの公式ブログ以外の SNS は禁止されていますが、永瀬廉さんが裏アカウントを持っており、フォロワーに大和田奈々さんがいることから交際の噂に発展したようです。大和田奈々の匂わせに、お揃いアクセサリー。続いて大和田奈々さんと永瀬廉さんがお揃いのアクセサリーをつけていて匂わせていると噂になりました。その件については、永瀬廉さんがポポロのインタビューでお揃いのアクセサリーではないと語っています。大和田奈々の匂わせ3、ネイルの親指に R の印字。続いて大和田奈々さんはインスタグラムにて自身のネイルをアップして匂わせだと炎上しました。ネイルがキング&プリンス、キンプリで、永瀬廉さんのメンバーカラーである黒とイニシャル R だったために匂わせではないかと炎上しました。ただこちらに関して大和田奈々さんはインスタのコメントにて否定していました。親指の R はテキスト的に可愛いアルファベットだよ、わら、意味あるとしたらこんな大々的に入れないから。 R は丸みがあって可愛いのわかる気がしますし、ここまであからさまにはしないですよね。ここまで匂わせがたくさんありましたが、2人でいる決定的なツーショットや目撃情報はありません。大和田奈々さんはキング&プリンスメンバーの高橋海人さんと熱愛報道が文春でされたことを考えると、
永瀬廉さんとの交際は噂だった可能性が高いです。歴代彼女に星波玲さん。星波玲さんは現役アイドルで私立恵比寿中学のメンバーです。永瀬廉さんと星波玲さんは同じ明治学院大学に在学していました。2017年にこの大学キャンパス内で2人が一緒にいる写真が出回り、そこから交際の噂になりました。ですが永瀬廉さんと星波玲さんが真横で一緒に歩いているわけではなく、距離感があります。また同時期の2017年に文春で星波玲さんは元ジャニーズジュニアの阿部亜蘭さんとの熱愛報道がありました。阿部亜蘭さんと永瀬廉さんはプライベートでも仲が良く、二股ということはないでしょう。そのため永瀬廉さんとの交際は単なる噂だったと思われます。歴代彼女さん、ひなさん、永瀬廉さんと交際の噂になったのが一般人のひなさんです。2018年頃に永瀬廉さんが愛用しているカルティエのラブブレスレットがきっかけで熱愛の噂になりました。このカルティエのラブブレスレットはカップルがお揃いで身につけたり、永瀬廉さんのように重ねて身につけたりと人気のあるアクセサリーです。ただラブブレスレットなので、そこから彼女がいるのではないかと噂になっていました。そんな時に一般女性のひなさんが自身のインスタグラムで匂わせ投稿があり、ファンの間で騒ぎになっていました。一時的にひなの元へ戻ってきたと匂わせ投稿がきっかけとなり、永瀬廉さんの彼女はひなという人物ではないかと噂になりました。その後もひなさんは意味深な投稿を続け、炎上をしてしまったためアカウントを閉鎖しています。この投稿が最後で、ひなさんは自身の自作自演だったことを認め、永瀬廉さんと関係ないことが分かりました。永瀬廉さんはその後もラブブレスレットをお気に入りのアクセサリーとして愛用し続けています。歴代彼女4、黒島結菜さん。黒島結菜さんは女優として映画、テレビドラマ、舞台と活躍されています。直近では本土復帰50年を迎える沖縄を舞台とした NHK 連続テレビ小説ちむどんどんでヒロインを務められました。そんな黒島結菜さんと永瀬廉さんは2019年9月にフジテレビ系ドラマフライボーイズフライ僕たち CA 始めましたで共演をしてます。永瀬廉さんと黒島結菜さんが交際の噂になったのは、永瀬廉さんがインタビューで黒島結菜だけを呼び捨てしていた、黒島結菜さんが永瀬廉さんを匂わせ、この2点が挙げられます。サンスポの出演作品についてのインタビューで黒島結菜さんだけを呼び捨てにしています。また永瀬廉さんが自身のラジオでドラマ共演者と6人で遊んだと発言しており、その中に黒島結菜さんもいたと言われています。そこからファンの間では遊んでいるだろうと交際にこじつけたようです。黒島結菜さんが永瀬廉さんを匂わせについては自身のインスタグラムで、好きな数字は23、ヨガを始めたをストーリーに上げたことが交際の噂に発展しました。黒島結菜さんの好きな数字が23で、永瀬廉さんの誕生日が23日であることがかぶっています。あと永瀬廉さんがテレビ番組でヨガをしていることを話し、黒島結菜さんがインスタグラムのストーリーで最近始めたことがヨガ返答していることが被っていました。ただ交際の決定的な証拠になる事実はなく、仲の良い共演者だったと思われます。また黒島結菜さんは2020年に週刊誌フライデーで高吉健吾さんと熱愛が報じられているので、永瀬廉さんとの交際は噂止まりのようです。歴代彼女後、白石麻衣さん。永瀬廉さんと白石麻衣さんは2019年4月からスタートした日本テレビ系連続ドラマ俺のスカートどこ行ったで共演しており、お互いが匂わせていると噂になりました。永瀬廉さんは昔から白石麻衣さんの大ファンだったそうで、2019年の雑誌のインタビューで答えた理想の女性像が白石麻衣さんそのものでした。前髪上がっているロングヘアが好き、可愛いより綺麗系、ほくろがあるのいい、メイクはナチュラルで、条件は白石麻衣さんに全て一致していますね。
ですが決定的な交際の証拠はありません。2020年の雑誌のインタビューでは、好きなタイプは茶髪、ロング、前髪ありの可愛い系と答えていたそうです。タイプは変わっていますが、白石麻衣さんに見えないことも、他に永瀬廉さんと白石麻衣さんが交際を匂わせていたのが同じ帽子をかぶっていたことです。お揃いの帽子は名字山本、ニューエラー、乃木坂46のコラボ930という人気商品です。ただキング&プリンスメンバーや他にも多くの芸能人にも人気で、乃木坂46とコラボ商品なので、白石麻衣さんが身につけて偶然お揃いになってもおかしくないですね。ちなみに白石麻衣さんのタイプは細い方よりは筋肉質な方が好きらしく、また安田翔太さんの大ファンでずっと思いを寄せているようです。永瀬廉さんと白石麻衣さんが交際していた決定的な証拠はなく、匂わせ止まりのようです。最後に合コン疑惑写真流出についてですが、その写真は女性と食事する永瀬廉さん、大学での飲み会でしょうか。その写真が合コン写真ではないかとファンは心配しているようです。永瀬廉さんは未成年ですので、お酒が映ってなくてよかったと安心する声も。過去に未成年での飲酒でジャニーズを脱退したメンバーが数ほどいますもんね。ヒヤヒヤしてしまうファンが多くいたようです。今後の動向にも目を見張りたいですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。